はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、初めての墓建立というテーマでちょっとお話しさせていただきたいと思います。と言ってもね、うちの会社でお墓を作りましたというお話ではなくて、実際にね、自分の体験したお話を今回させていただきたいなというふうに思っています。何かわからないこととかあった時に、いつも YouTube とかで調べて、あ、これはこういうふうにするんだ、ああいうふうにするんだっていうのを結構学ばせてもらってるんですね、自分自身が。今回その初めて墓を作らなければいけないという立場になった時に、実際に YouTube で調べてみると、墓じまいの番組であったりとか、あとはうちの会社はこういうお墓作りをしてますっていう、その墓石の PR をするような動画ばかりで、実際に墓を作ろうと思っている人間にとっては、あまりこう参考にならなかったというか、あ、まだそういう番組ってないんだなっていうふうにちょっと思った状況なんですよ。実際に自分が経験してどうやってお墓を作ったかっていうお話をさせていただくことによって、これから墓を作ろうかなと思ってらっしゃる方に、まあ、少しでもその参考になるようなね、内容であればいいかなと思って、今回こういう番組を作らせていただいております。まあ、なんで墓を作らなければいけなかったかっていうと、まあ、もちろんね、皆さんもご理解されてると思うんですが、自分自身が長男で、分家だったということもあって、なかなか本にね、そのまま納骨させてもらうっていうわけにはいかなくて、まあ、もちろんね、頼めば入れてくれたとは思うんですけど、そこはね、やはり、まあ、分家なんで、一応別の墓を作ろうかなというふうに考えて、作るね、場所を墓地というんですかね、その場所から選定をさせていただいたというか、最終的にどこにしようかっていうところを決めさせていただいたということもあったんで、そこからちょっとお話をさせていただければなというふうに思ってます。今回ラッキーだったんですけど、もう墓地の場所っていうのはある程度もう親の方で決めていて、もう枠を取ってくれてたんですね。ということもあって、今ちょうど流れてる、まあ、この場所ですね、この一角なんですけど、この場所が実際にその親の方でもう先に押さえてくれてて、でそこをいつでも使えるような形にずっとキープしてくれてたっていうこともあったんですが、ちょっとそこのお墓っていうのは個人的には嫌で、というのは簡単に言っちゃうとちょっと遠いんですよ。東京から車で2時間半行かないとそこの場所には行けないっていうこともあって、なかなかこう頻繁に行けるかっていうとそういうこともないじゃないですか。やはり最寄りにあった方がね、フットワーク軽くというか、なんていうのかな、手軽に行くことができるんで、いつでもね、そういう部分ではもっと近い区にあった方がいいんじゃないかなと思ってたんですけど、もう先に押さえてくれてたその場所っていうのがその場所だったというわけなんですよ。まあ、今もお話した通り、個人的にはそこを好ましく思ってなくて遠いんでね、他のところを探そうかなともちょっと思いながら、ただまだそういうね、具体的に動かなければいけないタイミングにはずっとなってなかったんで、ずっと保留にしたまんま時が過ぎたという感じなんですけど、まあ実際亡くなったのは去年なんですけど、その前の年ぐらいからもうまずいんじゃないかなと、親の体調的にちょっとこのままだとそんなには長くないんじゃないかなっていうような危機感を持った時もあったので、実際にその前にね、お父さんを亡くされた仲間の人間にちょっといろいろとヒアリングさせてもらって、実際にどうしたのっていうこともちょっと体験談を教えてもらいながら、いろいろ考えようかなと思ってた次第なんですよ。その仲間の場合は実際どうしたかというと、いろいろと調べて、納骨堂、いわゆるまあ、マンションじゃないですけど、集合的にお骨を、まあ、納骨保存保管してくださってて、でそこでまあ、なんていうのかな、 IC カードとか暗証番号で機械式でビューって出てくるタイプの、まあ、納骨堂にしたよという話だったんですね。最初はね、その納骨堂というところもお母さんも否定的だったらしいんですけど、実際に見に行ったらお母さんも気に入られたと。要はその、まあ、全体的なそのアミニティというか、ホスピタリティというか、やっぱり施設自体がしっかり出来上がってるわけですよ。お寺さんが作られた納骨堂だったんで、全くのビジネスというわけではなくて、いわゆるその
お寺さんがちゃんとケアしてくれる納骨堂なんだっていう信頼感があったのと、あとはその、まあ、全体的な施設のその空間づくりというか、まあ、ロビーがあったりとか、あとは天候に関係なくお参りできるじゃないですか。そういうメリットもあったりとか、一番のメリットっていうのは近場だったっていうところなんですね。そのご実家から1本で行けるという電車でね、最寄りの駅で降りて歩いて2分とか3分とか、そういうところにそういう納骨堂があるっていう利便性ということも考えると、そこにしようと思ったと。で、費用的にどうなのって聞いたら、最初の支払いがまあ80万ぐらいだったという話で、でその後も年間の使用料みたいなもので支払うものが1万8000円だっていう話で、あ、だったら金額的にもね、そんなにこうバカ高くないし、まあ、手頃な形でいけるねっていう話をしながら、で実際に彼はそこにしたという話なんですよ。だからやっぱりそういうとこの方がね、いつでも手を合わせにいけるし、まあ、いいのかなと、まあ、みんなも来やすいのかなって思ってたんですね。で、ああ、じゃあ自分もそういうところにしようかなってちょっと考えてて、ただもうすでにね、あの親の方で押さえてくれてるそのお墓の枠があるんで、墓地の枠が、まあそこを見に行かないとね、やっぱりと思って、あまり乗る気ではなかったんですけど、実際にそこに行きました。2時間半かけてね。まあ実際にはあの2時間半というか、あの行楽シーズンで渋滞してて車が、で実際に向こうに着くまでに3時間半ちょっとかかったっていう形で、あ、やっぱりここはやめようって本当に行くまでちょっと思ってた状況なんですけど、実際に行ってみたら、まあ気に入っちゃったんですよ。先に結論から言うと、どういうところを気に入ったかっていうポイントがいくつかあって、まず一つが富士山が見えてます。もうね、山々のね間にね、もうくっきりとね、まあ富士山の頭の方だけですけど、富士山が見えると、これは美しいぞっていうのがまず一つね。でそれと、まあ、結局そこの住職に、まあ、先にね、いろいろとこうお通夜とか告別式とかっていう時にも、まあ、来てもらってお経をあげてもらったんですけれども、まあ、そのお経がねすごく良かったの。青木家ってもともとずっと曹洞宗っていう宗派らしいんですよ。親族があっちの茨城県の方にいるんで、たまに行ってはそういう法事とかちっちゃい頃からこう参加したりしてて、でその時にこう一緒にね参列してても、まあちっちゃな子供だったっていうのもあるんですけど、そういうお経の席とかね、そういう場所がもう退屈って退屈でしょうがなくて、であまりこう面白くなかったイメージが、でその今のお寺のね、あのお世話になってるお寺の、住職というのが臨済宗、曹洞宗ではなくて臨済宗のお坊さんなんですけれども、その住職に実際にその親のね告別式とそのお通夜の時にお経をあげていただいたのがものすごく、まあ、ちょっと失礼な話かもしれないんですけど面白かったんですよ。あの娘ともね、ちょっと何あれって言って笑っちゃったぐらいなんですけど、もちろんお経自体がものすごくね上手な方、聞いてても全然飽きないし全然辛くない、あ、聞いててああいいなって思うような、あのお経の上手い住職ではあるんですけれども、そのね文言がねポキポキモキモキみたいな感じでちょっとね面白いんです、そのお経自体が、っていうのもあって、あ、これ臨済宗って面白いと。もともとね青木家ってずっと曹洞宗で来てるけれども、あ、別に臨済宗でもいいんじゃないかなと、なんかこのお坊さんが挙げてくれるお経だったら十分成仏してくれるというか、親もね喜ぶんじゃないかなっていうのもあって、そこで決めたところもありますし、あとまあもともと自分も最終的にはねこの世にいなくなる人間ものじゃないですか。人間誰でもね生命を全うしたらもう天に召されるというか、っていうところもあって、自分が眠る時のお墓っていうのはちょっと
結構40代の頃から考えてたところもあったんですよ。そのさっきから言ってる本家のねお墓っていうのはもうその茨城県でもう歴代のこうご先祖さんが眠ってるお墓なだけあって、結構ものすごく大きなお墓で、あの東京なんかに住んでる方がねやっぱりこう行ってみたりすると、こんなにでかいの？あの青木家の墓ってっていう感じで驚くぐらい大きいんですけど、やっぱりね昔ながらの墓地なんでこうちょっと明るくないというか、やっぱり少し暗いイメージがあるんですよね。まあ別にそんな、なんか整理されてないとかっていうわけでもないし、しっかりされた墓地ではあるんですけれども、まあそういうね、なんか暗いイメージが嫌だなっていうのと、あと昔あの横浜の外人墓地行った時になんかデートスポットになってて、こう明るいイメージあるじゃないですか。でああいうのがなんかいいな、観光スポットになるようなお墓がいいなって昔からちょっと憧れてたのもあって、で40代の頃から自分が最終的な住処とするお墓ってこういうのがいいなと思ってたのが、やっぱりその観光スポットになるような感じのお墓にしたいなと思ってたんで、ケンタウロスの石を彫刻でねケンタウロスに彫って、で下からバックライトで照らして、まあ、夜でもあのデートスポットでみんなこう見に来てくれるっていうようなお墓にしたいんですっていうのをいろんなお客様にね、その時取引してたお客様にこう自分のこう最終的な夢はっていう形で構想をちょっとね雑談みたいな形でお話しすると、青木さんなんか病気なの、もうすぐ亡くなっちゃうのみたいな話されて、いやいやそうじゃないです、そういうつもりでそういう、まあ、ことで話したわけじゃなくて、実際にその日本の墓地というのが少し暗いイメージがあるんで、あのデートスポットというか観光スポットになるような墓地というか墓石にしたいんですっていうお話を昔からしてたんで、場所選びもそうですけど、まあ、実際のそのお墓というものをどうやって作るかっていうのをちょっと考えてたところが前からあるんですね。まあちょっと今話しとれちゃったんですけど、でまあ話を戻して、まあ昔からねその日本の墓地ってこうそこに行く人ってそこに関係のある人しか行かないじゃないですか。でそういうあの墓地は嫌だなっていう気持ちがあったんで、そこのお寺さんにね初めてこう見に行った時に、まあ、富士山が見えるというのと、あとはそのいろんなね観光客の方が結構来られてるんですよ、そこのお寺っていうのに。でえとか思って、なんでなのとか思ったら、行くまで知らなかったんですけど、そこってあの武田家に関係のあるお寺さん、武田信玄ね、関係のあるお寺さんだっていうのを知って、で分かります、この写真ね、あの本堂っていうのかな、この建物の一番上にちゃんと武田家のこう家紋が入ってるでしょ。実際に武田信玄よりももうちょっと何代か前のこの甲斐の国を統治されていたご先祖さんのお墓もそこにあるということで、あそういうねなんか武田家に関係のある由緒正しきお寺なんだと、でそれを見にね観光客の方が来られてるのかなとか思ってたら、それだけじゃなくて石のねなんか庭園みたいなのがあって、それを見に来られたりとか、でその住職自体もいろんなイベントをね、その寺おこしじゃないですけど、お寺にもっと人を集めたいっていう面白い考えを持ってらっしゃる住職で、でいろんなイベントやってらっしゃるんですよ、そのお寺で。っていうのもあって、結構いろんなところからねそのお寺を参拝とか、あとはその観光に来られる方っていうのがあって、あこういうお寺だったらいいなっていうふうにもちょっと思ったっていうところがあるんですね。戦国武将の中でね個人的にやっぱり武田信玄一番好きだと思ってたところもあったんで、その戦略であったりとか、ね、最強の国という
隣国から恐れられるぐらいまで強くなっていったそのね、いろんな施策であったりとか戦術であったりとか戦略っていうのはものすごく自分の中ではこう憧れというか尊敬するところもあったんで、ああこういう武田家にね戦国武将にゆかりなるお寺で、で観光客もこれだけ来て、でしかも富士山も見えて、なんていいお寺なんだ、なんて面白いお寺なんだなと。その住職もね面白いしね、まだ若いんですよ住職、おそらくまだ40代前半ぐらい、まあずっと歴代でねやってらっしゃる方みたいなんですけど、まあその辺のお経の上げ方とかお経の内容も面白いし、臨済宗のねっていうところもあって、帰る時にはもうここにしようと、2時間半かかるけれどもまあそれは仕方ないねって思えるぐらいになりました。でよくねもともとその最終的に自分も長男なんで、お寺どこにしようかな、お寺というか墓地どこにしようかなって考えた時にね、いろんなこう CM とか雑誌の広告とかにも載ってるのがその八王子霊園とかね、その東京なんだけれどもちょっと西東京寄りのところに結構広い墓地がありますよとか、いや八王子か遠いよなとか思ってたんだけど、八王子よりもっと遠いところに実際には墓地を決めさせてもらったっていう感じで、仲間からね教えてもらった納骨堂もあいいなと思ってたんですけど、そこよりもなんか魅力を感じちゃったっていうことで、基本的にその墓地は車で2時間半行くところに決めたような状況です。皆さん武田家にゆかりがあるってさっきからお話ししてるんで、もう山梨県だなっていうのは分かってると思うんですけど、そうなんです、山梨県なんですよ。でやっぱちょっと遠いんですよね、東京からだとね、渋滞にはまっちゃうとねまたもうちょっと時間かかるしねっていうのもあったんで、どうしようかなと思ったんですけど、最終的に墓地はそこにしたということです。